しました。この間、私上松恵美子香川県選出であるということを誇りに思って議論に臨んでまいりました。安倍総理であろうが野田総理であろうが、私上松恵美子は香川県の代弁者であり続けたいと思っております。地方には地方の意見があっていいと思っております。ありがとうございます。地方には地方の政策が必要であるからでございます。今日本の景気は回復していると言われておりますけれども、私地元香川県で一つも景気やようなっとらんで、その言葉だけを聞いてまいりました。今大企業のみの視点でこの景気経済を語れていますけれども、私たち地方に住む中小零細企業者にとって円安はむしろ恩恵を受けるというよりは、してありがとうございます、生活コストや生活必需品がどんどんと値上がっていく中、非常に厳しい生活がされているということを、私上松恵美子国会に言うていかねえかんと思いおります。私上松恵美子が国会に言うていかねえかんと思いおります。今国会に行きますと大企業中心の議論ばかりがされてまいりました。しかしながら、この日本の景気経済下支えをしているのは中小企業であり、そこで一生懸命働いている私たち国民一人一人だということを、私上松恵美子は言うていかないかんと思いおります。ありがとうございます。私上松恵美子が国会に香川県の代弁者として言うていかないかんことはよくあるんですよ。ですから、私上松恵美子、この17日の間、全身全霊をかけてここ香川県の代弁者として、小さな企業の代弁者として汗水さらして働いている人の代弁者として皆様に引き続きご支持ありがとうございます。ご支持ご支援賜りまして、またここふるさと香川の代弁者であるということを誇りに持って、私引き続き国会で議論にありがとうございます望ませていただきますことを心よりお願いを申し上げまして、本日佐久間町金的場からの私上松恵美子本日出陣の日のありがとうございます、ご報告とご挨拶にありがとうございますさせていただきます。上松でございます。上松恵美子でございます。本日より参議院選挙出馬をいたしました。この10年の間、県民の皆様に支えていただきましたこと、心より感謝を申し上げます。落選中も、また議員となってからも、私上松恵美子県民の皆様の多くのお声をいただく日々でございました。私上松恵美子がここ香川県の代弁者として、小さな企業で働いている人たちの気持ちを持って、私上松恵美子が国会に言うていかにかんと思いおります。私上松恵美子がこの香川県はまだまだ景気回復していないんだということをしっかりと私上松恵美子が言うていかにかんと思いおります。ぜひともありがとうございます。本日出陣の日、ここ佐久間町で皆様にご報告をさせていただき、17日の間皆さんと一緒になって全身全霊をかけてありがとうございます。上松恵美子香川県を駆け抜けてまいりますということをご報告と、そしてお伝え申し上げましての、この場からの本日出陣の日のご挨拶とさせていただきます。香川に活力、オレンジパワーで上松恵美子頑張ってまいります。ご清聴いただきましてありがとうございました。